はい、カゼンドです。本日はですね、焼き鳥屋さん、家の近くにある焼き鳥屋さんに来てお届けしております。ちょっとね、公開がね遅くなっちゃって、ちょっと申し訳ないんですけど、今日もね、いろんなことがあって、まあ、ちょっとね、身内というか、まあ、親戚がちょっと亡くなったっていうことで、まず朝から、告別式に出てたりとかね、結構バタバタしてました。で、やっぱね、人の死についてやっぱりいろいろ考える中で、やっぱね、自分はね、まだまだ小さい器だなとか、ちっちゃな人間だなっていうのをね、非常に感じました。30代も中盤に入ってきて、やっぱりいろんな人とか周りにいる人たちを少しでも幸せにできるようにちょっと生きていかなきゃいけないなっていうのを、はい、感じた一日でございます。もしかしたらそのまま人ってね、まあ、長生きする人は長生きするけど、ただ簡単に死ねちゃうんだなとか感じた一日です。はい、まあちょっとそんな感じで、今日はちょっと暗い感じですけど、僕自身はね、全然明るいし、なんか全然テンションも高いんで、明日からまた頑張っていきたいと思います。今日一日ね、割と仕事休んじゃったんですけど、みんなが頑張ってくれました。じゃあそんな感じでまた明日。